実証実験は南海電鉄の堺駅と堺東駅の間で始まり、堺市が募集した一般モニターらも乗車しました。こちら AI で人や物を検知し、システムで運転している様子がモニターに表示されています。実験用に設けられた停留所ではバスがスムーズに停止できるかなどが検証されました。ぶつかってしまうトラブルもありましたが、停止位置の精度を上げるため今後データ収集していくとしています。今後もっと改良されて、スムーズな運行ができるようになっていければいいかなと思います。最初すごいドキドキしてたんですけど、でもすごいスムーズだったんですごい楽しかったです。実証実験は今日から13日までの3日間行われます。